京都府道、滋賀県道30号下鴨大津線は、京都府京都市左京区から、滋賀県大津市に至る主要地方道に指定された、府県道である。古くから、ある街道であり、特に山間部については、滋賀越道、山、中越などとも呼ばれるほか、かつては、今道越、安土街道などとも呼ばれていた。京の七口の一つ、工人口から、 大見国に至る古くからの街道である滋賀越道の一部を継承した路線である。このため、様々な名称が現在まで残っている。古くから、ある街道で、滋賀越道、白川街道、白、川越、安土街道などの名称が残る。滋賀郡山中村で峠を越えることから、山中一、かつては、にお越腰に対する振動という意味から、 今道越とも呼称されており、京都から坂本や北陸道への利便性が高い道として認知されていたという。1934年に自動車が通過できる道路が京心館で開通した。現代においては道路法第7条の規定に基づき、当初は一般府県道として認定された。道法第56条の規定に基づき、1971年の 第三次主要地方道指定時に建設省から主要地方道として指定された。比叡平及び比叡山町、延暦寺と京都、大津両市方面の間には路線バスが運行されている。府県境を中心に 8.5km の異常気象時通行規制区間が存在するため、大雨の際には走行に注意を要する。四賀古道や山中越の通称については、 歴史セクションを参照のこと。2005年度平日24時間交通量産、中越に、府県境をまたいで、通行規制区間が存在する。管理者と規制内容が異なるため、分けて記述する。北白川の山間部、地蔵谷町近辺。ほどなく、滋賀県大津市となる。大津市神宮町にて、山中越のふもとにあたる。 府県境近くに造成された新興住宅地である比叡平は、他の谷峠付近の山上に位置し、大津市街地側には、琵琶湖と大津市街を望む夜景を眺めることができる場所が点在している。北白川子供風土器 P62 に、この道を題材に読まれた和歌が紹介されているので、引用、紹介する。ありがとうございます。